どうも、九州正解バズスポーチ、裏、おえつママ、心配になってくれた。というわけでですね、今回まずは見て、都市伝説シリーズでございます。というわけでですね、都市伝説の世界的権威、ミスター関を呼んでおります。うわ、ふふわお兄ちゃん。ナスフービスト的メキシコできんだ。どこもできんだろ。今回の都市伝説は能登半島地震の影響で油が流出した滋賀原発、環境への影響はないと発表されたけども、以前この原発は重大な事実を隠蔽していた過去がある。というわけでですね、今回その老朽原発について触れていきたいと思います。2024年1月7日、能登半島地震をめぐって、北陸電力滋賀原発前の海面に油膜を確認したと発表したのよ。滋賀原発では、1月1日の地震により、1号機と2号機で外部から電源を受けるために使われている変圧器2台の配管が壊れて、絶縁や冷却のための油が漏れ出し、一部の系統が使えなくなってるのよ。そろそろ散髪しよう。原発の意味なんだ。そして北陸電力はこのうち2号機の変圧器から漏れた油の量について、当初およそ3500リットルと発表していたけど、1月5日に開いた会見で推計に誤りがあり、実際にはおよそ1万9800リットルに上ったと発表してるのよ。紙を減らすとか言って原発ね。あ、そうだ。さすがうまいですね。ただしその頭皮から油がこんにちはですよ。ハゲってみるか。また新たに2号機の別の変圧器1台でも配管の隙間からおよそ100リットルの油が漏れ出していることが確認されたと発表したけども、外部から電気を受けるために使われるものではないとしてるのよ。そして変圧器から漏れた油は1月5日正午頃までにほとんどを回収したものの、どのように復旧させるかはこれから具体的に検討するということで、依然復旧のめどは立っていない。そして原発の全域を見回って点検した結果、安全上問題はないと1月5日に公表し、1月7日には原発に接する海面で大きな油膜が発見されたけども、環境や人体に影響はないとすかさず説明している。しかし北陸電力はかつて滋賀原発の重大事故を隠蔽していたことがあるため問題となっているのね。それは1999年6月18日、1号機を停止し定期検査を行った際、制御棒の試験で操作手順を間違え、3本の制御棒を間違えて引き抜いてしまったのよ。これにより何もしていなくても核分裂反応が起こる臨界状態が約15分間も起こったけども、北陸電力は組織ぐるみでデータを改ざんしたのね。秋元組が直した。本名晒すな。そして外部には虚偽の報告を行い、この隠蔽が発覚したのが8年後の2007年3月だったのね。秋元徹っていうね、はい、本名がインターネット上には出てくるけど、実は違うんだよね。そうそう、いい、本当の名前はジェイコブ・グリーンバーグ。絶対それじゃねえか。そして周辺の住民を不安にさせたくないからなのか、今回の北陸電力の説明は大丈夫から入っているため、その説明で安心できなく、過去の隠蔽の件があるため、今回の北陸電力の発表に不信を抱いている人も少なくないのよ。そして原発の老朽化が問題となっている中で、新制度が決定されていたのね。それは日本列島には主に1970年代以降に54基の原発が建設されているけども、狭い国土にこれほど原発が密集して林立している国は日本だけなのよ。経産省の行動指針は、福島原発事故を経て2012年に法律で定めた原発の運転期間原則40年最長60年とするルールを崩し、運転の停止期間プラス60年として、最大では運転開始から70年の老朽原発の運転も可能となっているのよ。世界的に見ると60年以上運転した原発はなく、経産省の行動指針の異常さが際立っているけども、そもそも原発の設計は耐用年数を30年から40年と想定されているのよ。設計段階で想定した原発の寿命を設計寿命としているけども、当初原発の寿命は30年とされており、東日本大震災の際に停止された福島原発10基全てが30年超えだったのね。でもうち電気使れんだよ。金払ってねえから。本来廃炉に向け運転が停止されるべき原発なのに、再稼働させようとする動きや運転期間を60年まで延ばすなどは愚の骨頂だと考えられているね。もう日本は原発にとっての老人ホーム、もはやマハボディだ。意味違うな。そして福島原発事故がもたらした大惨事の教訓を根底から覆し、またウクライナ戦争における原発がミサイル攻撃の標的になるという事実、今後確実に起こると言われている南海トラフ地震も考慮せず、このままでは福島事故を上回る大惨事を招きかねない。ウマヅラビデオは反原発でも推進派でもないけども、普通に考えてこの現状は危険だと感じるのよ。出発。ミサイルかお前。